こんにちは、こんばんは、マリーです。はい、今回ですね、黒チャンネル様からいただいたトレ品を紹介していきたいと思います。まずですね、封筒がこちらのクマの絵柄ですね。可愛いです。で、この絵は住所が書かれておるため見せられません。はい、ではお手紙紹介します。はい、マリーちゃんへ、今回は友近交換とトレありがとうございます。ランクは低いのですが、使っていただけると嬉しいです。おまけの方はいらなかったらポイしても OK です。おまけの方は絶対ポイしません。はい、ちゃんと使わせていただきます。今回は本当にありがとうございました。クロチャンネルより、ということでお手紙ですね。はい、では黒チャンネル様の黒さんの友付けを紹介していきます。はい、まずは華麗なるジェットイエローコーデを着た黒さんで、トライアングルラブリーコーデを着た黒さん、青春スクール群青コーデを着た黒さん、ヴァンパイアシルクコーデを着た黒さん、こちらが黒さんからの友付けです。可愛いですね。クールなんですね。はい、では次、サブキャラの方もつけていただきました。こちらですね。はい、ターンクロスラーラコーデを着たククリちゃん、パラダイスコーデを着たサキちゃんで、パラダイスコーデを着たいちごちゃん、こちらのサブキャラ3人にいただきました。かわいいですね、サブキャラちゃん。私もね、サブキャラね、ちょっと作っているんですけど、あんま少ないんですよ。で、ドリトモチケの方もいただきました。はい、こちらです。エスコートリーフコーデを着たクロさん、スーパーサイリウムラーラコーデを着た黒さんですね。こちら愛されアイドルですね。ウリちゃんの大先輩です。じゃあこれここに置きます。はい、で次はトレ品の方ですね。こちらのスーパーサイリウムドロシーワンピ、こちらコピーチケですね。で、こちら私ね、確か前回シューズとヘアアクセだけ配信されていて、こちらだけ持っていなかったので、本当にコーデが揃いました。ありがとうございます。こちらいただきました。お、じゃあこの友チケの裏後ろにかぶせます。はい、であと一つがこちらですね。コットンキャンディースターコーデを着たミレイちゃんですね。こちらコットンキャンディーの QR いただきました。ちょっとここに置けばいいか。本当に多いんですよ。嬉しいですね、これ。お、ちょっとね、直しが増えてしまいました。ご申し訳ございません。で、こちらですね、あと一つありまして、こちらコピーではないんですけど、こちらの写真みたいな感じのやつで、こちらなんか書いてある。これいただきました。で、こちら全員、サラミドレッシング、ドリームコーデですね。本当に可愛いです。私ね、ドロシーちゃんとかラーラちゃんとか、ふわりちゃんも好きですね。あ、ドロシーちゃんとラーラちゃんが好きなので、本当に嬉しいですね。声優も大好きです。はい、こちらいただきました。これは本当に大切にしないとね。はい、というわけで今回クロチャンネル様からいただいた、トレ品友付け交換の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。また見てください。バイバーイ。